その価値あるリング、このオーバーリング、いくらだ。人の才能はリングによって感知された。より優れた才能を求める大人たち、有能な子供を持つことが最大のステータス。才能を手にした者は開花することが約束され、華やかな未来が待っている。諦めてくれないか。リングを持たざる者たち、彼らは自らをロストと呼び、壁の向こう側で生活しているらしい。俺はそんなロストの少年の命を助けた。親からもらった大切なリングだったけど、人助けのために使ったんだから父さんも分かってくれる。そんな俺をむしろ誇りに思ってくれる。そう思ってた。才能は必要ない。リングと金の取引、それがランバック。人で逃れる必要はない。だろう俺たちよみたいなんだから、一度きりの特別なギフト、あんたの頭もその価値だ。この壁を越えて迎えに来てくれる日まで、どんなに小さな希望でも信じて、私は待ち続ける。でもここを出ようとは思わなくなった。そうなんだ。アスターが言っただろ。何を？俺たちは何も変わらないって。あの時の俺はロストもロスト街のことも何も知らなかった。嬉しかった、嬉しかったんだ。あなたの私の愛する気持ち、なんて？トトリを誰にも取られたくない。どうしたのルージュ。トトリの前では嘘つかないって決めたの。ルート365、闇のリングや。僕にできることはこれしかない。家族を失う運命ならば、どうしても誰かのためにできることがあるなら、リングを求める場所へ向かえ。今この頃は